上州こと群馬中市の地元だけとなりました。さて、ということでやはり今回の注目は、転生 OB 小山正明さんです。1年終了時でこの能力ということで、緑になれば全国制覇あと2勝です。あーそうですね、まだこの企画終わりにしねえっていう意図感じますね。さあ、国際大会の結果が出ました。 MVP を絶対に取ってきてほしい。2位ありえるぞ。さあ頼む小山、目指せ MVP のみ。 MVP よっしゃーナイスー。まあ、精密機械被るなよって話なんですが、頼むぞ。よっしゃ、被ってない怪物9位ですね。